正一くん、もう終わり？うん、こっちも終わり。あのね、これから飲みに行かない？そうだよね、私もそう思う。それがね、昼間、涼子さんが来たでしょ？涼子さんの話っていうのがね。いい話かな？すごく、本当にとても、実はね、涼子さん、私に涼子さんの事務所に来ないかって。この前のなでしこフェスで私の歌聞いてくれたみたいで、あ、でもまだ決まったわけじゃないんだよ。私の歌をもう一度ちゃんと聞いてみたいって。でも、だってお店のことも家のこともあるし、もし涼子さんの話を受けたら今までみたいにお店や家のことができるかどうかわからないし、私がいなくなったらお父さんたち困るでしょ。私、自分が本当に歌いたいのかよくわからなくて。
悪かったな。疲れてたのかもしれないな。最近店のことも家のことも奏に任せることが多かったし。腰は昔からなんだが、最近はちょっと辛くなってきてな。まあ夜年並みには勝てないってことだ。ところで、奏は何かあったのか？そうか。それにしても、お前らが二人で飲みに行くなんて珍しいよな。もしかして、できちまったか？ないか。まあ、わかんなら何も言わんよ。うちにはもう一人いるし、さっさともらってってくれるんならな。それほど冗談ってわけでもないんだけどな。正一なら俺は文句ないよ。まあこの辺でやめておこう。あんまり正一にこんなことを言うとまた奏に怒られちまうからな。さて俺はもう寝るよ。別に泊まってってもいいぞ。うちの鍵もキーホルダーについてるから、出て行くときは鍵閉めて勝手に行ってくれ。じゃおやすみ。
翔一がお姉ちゃんと寝てるの。翔一くんがお布団に。おはよう。まさか二人ここでいやらしいことしてないでしょうね。おい、朝から何騒いでんだ？なんで翔一が奏の布団で寝てるんだ？てめえ、まさか。俺が何想像したってんだ、おい。言ってみろ。てめえ、やっぱりやりやがったな、この野郎。俺は謝らないからな。大丈夫？氷変えてこようか。本当に寝てただけなんだろうな。何騒いでんのよ。顔が変。殴られたの？喧嘩でもしたわけ？何を？やめてよお父さん。ガルルもう。ごめんね、想像しくて。別にいいけどね。でも一体何なの？翔一がお姉ちゃんを呼ばったのよ。呼ばい？ちょっと呼ばいって、マジ？うん、ゆっくり休んで、もう全開よ。この間のこと、奏にちゃんとお礼を言っておこうと思って。どうもありがとう、助かった。全然いいのに、私こそあんまり役に立てなくてごめんなさい。体調不良なんて情けないわよね。謝るわ。でももう大丈夫だから。翔一、ガンガンライブしよう。路上もこれから毎晩出るわよ。ライブのない日はね。この前歌えなかったし、しばらくうちでじっとしてたからストレス溜まってるのよ。
今はガンガン攻めたいのよ。歌ってないと落ち着かないの。それに弥生だってリムだって今は夏休みじゃない。ストリートでガンガンやれるのも今だけでしょ。何か都合の悪いことでもあるわけ？それならいいじゃない。できる限り都合つけてよ。気にしないで。毎日ってのはちょっとね。タマノとも遊んでやらないとなんないしな。何よみんな、やる気あるわけ？俺も毎日は無理だ、仕事があるからな。仕事なんてやめればバンドで食べてけばいいのよ。めちゃくちゃ言うな。分かったわよ。翔一、なんかホッとしてない？私はホッとしてるけどね。親がそろそろ受験勉強もしろってうるさくて。へえ、弥生は受験すんだ。私だって受験ぐらいするわよ。なんでよ、学歴なんて必要ないでしょ。その分練習した方がいいんじゃない？誰もがあんたみたいにスパッと割り切れるわけじゃないんだからね。親だって泣かせたくないしさ。言い訳でしょ。何よ言い訳って。なんだなんだ、デートの約束か？違いますよ、ちょっと頼み事してるだけです。まあそういうことにしておくよ。自分で作ったり歌ったりしてます。ちっとも上手くないんですけど、
聞いてください。では歌います。声が小さいぞ。ありがとう。そうかな。でもやっぱりみんなに見られてると思うとすごく緊張しちゃうよ。本当？自分じゃまだよくわからなくて。そうかな。松竹にそう言ってもらうと自信ついちゃうな。でも少しでもそう思えるのはやっぱり松竹が一緒にいてくれるからだよ。一人だったら絶対何もできないと思う。松竹くんがこうして一緒にいてくれなかったら私きっと歌えないな。歌うことは好きなことのはずなのにおかしいよね。好きなことも自分の思うようにできないなんて。松竹くんやりほちゃんを見てるとそう思っちゃう。リムちゃんも弥生ちゃんもみんなだけど、二人は特にね。だってちっとも迷いがないし、好きなことをまっすぐ全力でやっているでしょ。見てて本当に、ああ好きなんだなーってわかるもん。それに比べて私は自分の好きだ、やりたいって思ってることすら自信が持てないでいる。全然うまくできなくて歌うのが嫌だって思ったこともたくさんあるよ。そういうことを何度も繰り返してると本当は自分で思ってるほど歌うことが好きじゃないのかなって思っちゃう。え、そうなの？天才でもやりたくないって思う時があったんだね。でもリホちゃんはどうなのかな。歌うことが嫌だって思ったことなんてなさそうだよね。歌うのが嫌だと思ったことないけど。嫌だと思ったらやってないわよ。なんでそんなこと聞くの？でもうまく歌えなくてもう嫌だって思っちゃうこととかない？
ないわ。うまく歌えなかったら次はもっとうまく歌ってやるって思う。そっか。それより今夜は大丈夫なんでしょうね。今夜はガンガン行くからね。私も今夜は見に行ってもいいかな？そんなのいちいち断ることないわよ。見たかったら見ればいいわ。ありがとう。イエーイ！体もすっかりいいみたいだな。もちろんよ。そんなにいつまでも寝込んでるわけにいかないわ。でももう夏休みも終わりじゃん。憂鬱。リムル、ちゃんと宿題やった？まだ。タマノにやってもらおうとしたら怒られた。喉カラカラ。どうしたの？さっき見てて思ったの。リホちゃんって本当に歌うために生まれてきたような子なんだなと思って。どうしたのよ急に。なんとなくすごく生き生きと歌うんだなって思って。奏でだって同じなんじゃないの？私？あれ？気づいてない？奏さんだって歌ってる時は生き生きしてるよ。この前もそうだったし。自分ではよくわからないけど。それなら奏も歌ってみれば？私今奏うまかったじゃん。奏のバックならリムが叩いてやってもいいぞ。私はいいよ。みんなの演奏もっと聞きたいな。そう？もう終わりですか？いくらでも歌うわよ。ほら、休憩終わり。へい。あれ、ボーカルってこっちの人じゃないんですか？この前のビーチでイベントを見たんですけど。あの時はこいつ風で倒れちゃって、彼女はピンチヒッターだったの。これがうちの正式なメンバー。あ、そうなんですか。この前もすごく良かったけど、じゃあもっとすごいのかな。
まあ聞いてってよ。はい、じゃあちょっとだけ。お客さん大喜びだったね。やっぱりリホちゃんが入るとディアドロップスはいいよね。でもね、今日ちょっとだけリホちゃんに負けたくないって思っちゃった。私がリホちゃんと？ありがとう。自分を変えるのって難しいよね。それはそうだろうけど。自分を変えれば世界は変わる？すごい。お姉ちゃん、お風呂の石鹸どこ置いたの？忘れてた。買ってきてお店に置きっぱなしで忘れてきちゃった。もうしょうがないわね。まだちょっとはあるでしょ。明日取ってくるから我慢して。はいはい。何その古いノート、詩？うん、今まで書き溜めてたの。なんか書いてるのは知ってたけど、こんなに溜まってたんだ。数だけはね。ふーん、悪くないじゃん。 あんまり見ないでよ、恥ずかしいから。なんで？これって人に伝えたくて書いたものじゃないの？これはそういうわけじゃなくて、でも本当はそういうこと、お姉ちゃんは誰かに話したかったんじゃないの？
お姉ちゃん、普段他人のことばっかりで、あんまり自分のことは話さないけど、本当はいろんなことを人に聞いて欲しかったんじゃない？だからそういうことを日記じゃなくて詩にしたんじゃないの？お姉ちゃんも少しは発散した方がいいよ。じゃないとストレスが爆発しちゃうぞ。じゃあ、私はお風呂入ってくる。私、やっぱりやってみたい。涼子さんの話、挑戦してみたい。うん、私、お母さんの夢、叶えたい。お母さんたち、プロ目指してたんだって。でもその夢叶わなかったから、でも涼子さんのところに行けば、もしかしたら私が代わりにその夢を叶えることができるかも。このチャンスももしかしたらお母さんがくれたものなのかもしれないよね。でももしそうするとなったら、お店のことができなくなって、お父さんや正一くんたちには迷惑かけちゃうかも。そうだよね。そうだね。そうしてみる。カナデ、この数字ってこれで合ってるか？合ってる。単価が変わったのね。なんだ、また値上げか。参るな。本当だよね。いつになったら景気が回復するんだかな。うん、本当だよね。ん、どうした。あ、まだ殴ったこと根に持ってるのか。
話？なんだ？あのね。あ、まさか本当にお前ら付き合い始めたってわけじゃないよな。違うよ、そういう話じゃなくて。じゃあなんだ？実は私、お父さん、腎臓が疲れてたみたい。腰痛は腎臓から来てたんだって。うん、大したことはないみたい。 2,3 日入院すれば退院できるって。仕方ないよ、やっぱり私の勘違いだったのかも。お母さんがチャンスをくれたなんて、やっぱりそんなことないよね。ありがとう。私、今日はお父さんについてるから。うん、ごめんね。お願い。まさかマスターが倒れるとはな。不死身だと思ってたけど。日頃の不摂生がたたったのよ。だからお酒もタバコも控えなさいって口を酸っぱくして言ってたのに。でも大したことなかったんでしょ。よかったじゃない。何ブツブツ言ってるの。マスター倒れたんですって。なんでこんなタイミングなのかしらね。彼女のことはずっとしてたのに、歌は一度も聞いたことがなかったのよね。でも聞いた瞬間に思ったわ。私が独立したのは彼女をこの手で売り出すためだって。やっと見つけたと思ったのに。なんとか彼女を説得してくれない？はあ、私何としても彼女を口説くつもりだったのよね。けどお父さんが倒れたからとかって言われるとね、そういう事情じゃ説得もしにくいわよ。でもあなたなら説得できるんじゃない？なんとなくそんな気がするの。彼女を日の当たる場所に連れて行けるのはあなたなんじゃないかって。
じゃあ、あなたはどう思うの？彼女、このままでいいと思う？それなら、彼女次第ね。無理やり連れ出したとしてもそんなもの長くは続かないもんね。でもなんかしてた方が落ち着くから。なんて言って、帳簿のページを目で追ってても全然数字が頭に入ってこなかったの。だからただ座ってただけ。うん、そうだね。話してもいい？ありがとう。誰にも迷惑かけずに思い通りに生きていけないのかな。誰かに迷惑をかけてもやる価値のあることって。私にはとてもそれほど価値のあることはできないだろうな。正一君にはそういうものがある。そっか。寂しい？そうなのかな。私に迷惑を？
それは私も同じかも。私も正一くんになら迷惑かけられても嬉しいかも。そうかな。おい、カナデ、危ないぞ。大丈夫か？手切ってないか？うん、大丈夫。ごめん。どうした？お前、今日はずっと変だぞ。あのね、お父さん。お父さんが入院して大変なのは分かってる。お父さんの腰の具合が良くないのも。だから私がいないとお店や家のことが大変なのも分かってる。でも私どうしても今やりたいことがあるの。やりたいことってなんだ？涼子さんに誘われたの。涼子さんの事務所に来ないかって。ほう、涼子がか。うん。それで奏は行きたいのか？うん、いろいろ考えたけどやってみたい。私なんかがそんな世界に足を踏み入れるなんて場違いだって分かってるし、本当に通用するのかどうかも分からない。ううん、きっとダメなんじゃないかな。私の歌なんて誰も聞いてくれないかも。そしたら涼子さんにも迷惑かけちゃうかも。お父さんにも、チカにも、ショウチ君にも、それからお店のみんなにもきっと迷惑かけちゃう。そうまでしてやるべきことなのかなってずいぶん考えた。でもいろいろ考えたけど、やっぱりやってみたい。たくさんの人に迷惑かけるかもしれないけど、やっぱり挑戦してみたいの。だがお前、人前でなんかするのは苦手なんじゃなかったか？大勢の人の前でちゃんと歌えるのか？頑張る。もしかしたらこれはお母さんが私に与えてくれたチャンスじゃないかって思うの。あいつが？もし涼子さんのところに行ったら、お母さんの夢、
私が叶えることできるかもしれない。そんなの全然自信ないけど、でもせっかくチャンスが目の前にあるんだから挑戦してみたいの。お母さんきっともっと歌いたかったんだよね。お前、本気でやりたいのか？うん。甘い世界じゃないぞ。分かってるつもり。でもお願いします。テレ、そこまで決意してるなら俺の言うことなんてね。え、いいの？そうよ、それならさっさとやればいいじゃない。ずっと悩んでたの？バカみたい。話聞いてたの？お店のことなら私がいるから心配ないわよ。ぽーっとしてるお姉ちゃんなんかより私の方がよっぽどしっかりしてるんだから。お店のことは私に任せて、お姉ちゃんは好きなことやんなさいよ。そこはお父さんと私に任せろじゃないのか？パパは当てにならないもん。お姉ちゃんは周りを気にしすぎなのよ。そんなに周りばっか気にしてるとそのうちストレスが爆発しちゃうわよ。そうだよな。今だってお前、俺がダメだとでも言おうもんならその包丁で刺してやろうかって顔してたぞ。まあどうせやるならそのぐらいの決意の方がいいや。父の屍を乗り越えていけってね。それ病院じゃシャレにならないわよ。本当だよ。だから好きにやんなさいよ。有名になって、そんで店の宣伝していっぱいお客さん呼んでよ。そしたらお母さんも喜ぶと思うし。そうだね、頑張る。チカ、ありがとね。もう苦しいってば。まあ涼子の人を見る目は悪くない。あいつのお眼鏡にかなったんなら奏でも大したもんだ。どれだけのことができるか知らねえけど、やりたいように思いっきりやってみろ。大げさなんだよ。ただやりたいことはやりたいって言うだけじゃねえか。そうだけど。
けど。お前は子供の頃からわがままの一つも言ったことのない子供だったよ。本当に手のかからない子供でな。チカが生まれてから、そしてエレナが亡くなってから、それはどんどん顕著になっていった。少しはわがままを言ってくれた方がいいと思ってたぐらいさ。好きにやれ。店のことは心配するな。その代わり、誰のためでもない、自分のためにやるんだぞ。お父さん、チカ、ありがとうね。あの店はそもそも俺の店なんだからな。俺が好きにやればそれでいいんだよ。パパの好きにやってたら、あんな店すぐ潰れちゃうわよ。そうならないよう、私がちゃんと監視してるから。うん、頼むね、チカ。そこで隠れて見てる不粋なやつも、そろそろ出てきたら。ずっと覗いてやがったのか。正一君。いやー、やっぱり我が家はいいね。なんでお店に帰ってくるの？退院の日ぐらい家でのんびりしてればいいのに。何日もベッドに縛り付けられてたんだ。少しは動かなきゃ体も気持ちも腐っちまう。それに俺にとってはここが一番落ち着く場所なんだよ。ならいいけどね。でも本当に無理はしないでね。分かってるよ。今日はもうお客さんは来ないかな。予約もないしね。早めに閉めちゃおうか。じゃあ、私はホールの方閉めてくるね。おい、翔一。これからちょっと付き合ってくれないか。こんばんは。こっちどうぞ。もう体は大丈夫なんですか？大したことはないよ。若い頃の不摂生がたたったんだろう。昔はむちゃくちゃやってたらしいですもんね。それにしても、
まさかあんたが奏に目をつけるとはな。マスターこそ娘さんがあんなに歌える子だってもっと早くに教えてくれればよかったのに。内気な娘なんでな、人前で歌うなんて向いてないんじゃないかと思っていたが、それが俺に歌いたいとはっきり言いやがった。世間知らずな娘だが、よろしく頼む。いえ、こちらこそ。大事な娘さんを私に預けていただいて、どうもありがとうございます。責任を持ってお預かりします。必ず私が守りますので。正一にも今までよりちょいと多く店のことを頼むことになるかもしれん。よろしく頼む。ありがとうな。よし、じゃあ今日は無礼講だ。じゃんじゃん飲もう。ほら、しっかり支えろ。ほら、乳くりやってねえで、しっかり支えろ。イエーイ。ああ、いい気持ちだ。ここは俺とエレナが出会った場所なんだ。ここはエレナの親父さんがやってた店で、それを俺が譲ってもらったのさ。奏ができた時のことだ。その頃は俺もバンドをやっててな、俺たちもバンドで食っていけるようになることを目指してはいたんだ。だが奏ができて俺はそれを諦めた。その頃の音楽仲間には笑われたが、この店を任せてくれた親父さんのおかげさ。この店がなかったら、俺は今こうしていなかったかもしれん。なあ、翔一。
店のことも当分迷惑をかけるかもしれないが。ここがうちの事務所。何もなくて驚いたでしょ。まだ独立したばかりでアーティストもいないからほとんど使ってないの。それからこっちが今のところうちの唯一のスタッフの豊原作之助。どうも、豊原です。桜井かなでです。よろしくお願いします。豊原作之助さんですね。長ったらしい名前で覚えにくいでしょ。適当においとかお前とか呼んでくれればいい。いえ、じゃあ豊原さんで。ねえ、社長ってひどいでしょ。社長ってやけに僕に冷たくないです？僕が好きなんですか？バカ言ってるんじゃないわよ。だってあなた今のところ役に立ってないもの。前の事務所から引っ張ってきたんだけど失敗だったかしらね。これだから参っちゃうな。社長のパワハラに負けないようにお互い頑張ろうね。はい。パワハラ？冗談よ。冗談じゃないんだけど。笑ってるよ。こっちは真剣なのに。すみません、つい。でもこの砂漠みたいな閑散としたオフィスに花が咲いたみたいだね。君、花があるよ。そんなことないですよ。私なんて全然。あるある、僕の目に狂いはないね。豊原が何生意気言ってるの。あんたにそんな眼力があるわけないでしょ。さ、遊びはもう終わりよ。あなたはこれからこの子の売り込みをやってちょうだい。とにかく名前を売りたいから、どんなに小さい仕事でもいいから仕事を取ってきて。了解。あれで一流国立大卒なんだからね。ま、あくんだけは強い男だから、いざって時には頼りになるかもしれないわ。はい、よくわからないことだらけなので心強いです。明日からは私と一緒に挨拶回りね。レコード会社、テレビ局、雑誌社、とにかく回れるだけ回るから。はい。それからボイストレーニングも受けてもらうわ。あとあなたの曲も少し手直ししてデモテープを作って。やることは山ほどあるわよ。
シャツも結構売れた。この調子でガンガン客呼んでグッズを売るわよ。グッズ売るのが目的になってるじゃねえかよ。俺らの目的は音楽を聴かせることじゃなかったか。んなこと言ったって、グッズが売れなきゃ次のライブだって危ういのよ。とにかく騙してもいいから1枚でも多く売るの。それにしても最近いい感じよね。お客のノリもいいし。テレビの影響だろ。ミーハーなにわかファンなんて飽きればすぐ離れていっちまうさ。おかげでライブの話も結構来てるしね。何考えてるのよ。そう、私こんなことしてていいのかな。あ、ディアトロップスだ。まだ結成3ヶ月だが、実力は即戦力。将来が楽しみなバンド。すごいな、翔一くんたち。私、追いつけるかな。私も頑張らなくちゃ。ただいま。あ、豊原さん、お帰りなさい。かなでちゃん、ロゴだよ。仕事取ってきた。ちょっとした営業イベントだけどね。まあ最初はどんなことでもやらないとね。はい、私どこでも歌えますから。ありがとうございます。桜井かなでです。CD とかはないんですけど、私が作った曲、よかったら聴いてください。どうだ。こら、静かにしなさい。ママが怒った。かなでちゃん、曲、曲。そう、それは大変だったわね。すみませんでした。いや、しょうがないよ、あんな状況じゃねえ。子供はうるさいから嫌いだよ。
いえ、子供は仕方ないです。元気に遊ぶのが仕事ですし。かなでちゃんは人間ができてるな。僕はもうちょっとであのガキ引っ叩くとこだったけどね。そんなことしちゃダメですよ。あそこは子供の遊び場なんですから、仕方ないです。それはそれとして、お客さん少なかったよね。ステージの方を見てたのは5人ぐらい？3人でした。そんなにがっかりしないでよ。次はもっと大きな仕事取ってくるからさ。え、すみません、もう本当にどんな仕事でもやりますから。そうね、いい心がけよ。新人なんだもの、仕事なんて選んでいられないわ。はい、分かってます。とにかく今日はお疲れ様。落ち込まないことね。初仕事なんてそんなものよ。だいたい苦い思い出。でもいつか笑って話せるようになればいいのよ。はい、頑張ります。明日は休みにするから、ゆっくり休んでちょうだい。はい。なんか久しぶり。今日ディアドロップスがライブやってるんだ。盛り上がってるかな。お疲れ様。ちょっと今日は早く終わって時間あったから、ライブすごかったね。途中からだけどね。今日あるって教えてくれれば最初から見に来たのに。かなでさん、事務所に入ったんですって？すごいなまだ全然、挨拶回りとかボイストレーニングとかぐらいしかしてないから。焼肉食べた？焼肉？うん、食べてないけど。なんだ、芸能人のくせに。まだ芸能人なんて全然。みんなの方がすごいよ、あんなにお客さんいっぱい。ねえねえ、聞いてよ、グッズ今日もいっぱい売れちゃった。 T シャツ完売。え、本当に？すごい。この調子なら追加発注かけてもっと大きな儲けを狙った方が。おいおい、やめとけ。うちは T シャツ屋じゃないんだからな。何よ、そんなの分かってるわよ。けどバンドにとってグッズは命綱なのよ。弥生はすっかり金の魔力に取りつかれたな。金の亡者。そういえばさっきニタニタ笑いながら金庫の札数えてたわよね。ニタニタなんて笑ってないわよ。笑ってたぞ。なあリンコ。
笑ってる。何勝手にサメ撮ってるのよ。これって盗撮。気づかない方も気づかない方よね。よっぽど夢中で数えてたのね。プライバシーの侵害。その写真消しなさいよ。やだよ、消せ。幼稚園かよここは。ううん、別に、まだ大変なことやってないよ。トレーニングとか挨拶ばっかり。うん、そうだよね。明日は私も何もないけど。私は近所でも何でも。何コソコソやってるんだ？デートか？え？何何？二人デートすんの？否定しない。本当にデートなわけ？そんなんじゃないよ。あ、もしよかったら弥生ちゃんたちも一緒に行く？行く！リムも行く行く！ダメだって、デートの邪魔しちゃう。あ、明日は二人きり水いらずで楽しんできてね。そんな暇があるならもっとギター練習した方がいいんじゃないの？小一のギターなんてまだまだなんだから。気分転換ね。